大阪府立月の気候等学校は、大阪府高槻市城内町にある公立の単位制、高校。大阪府立島城高等学校と大阪府立高槻南高等学校を統廃合し、2003年に島城高校の校舎に開校した。大阪府の府立高等学校特色づくり、再編整備計画に基づき、高槻市にある島城高校と高槻南高校を統合。 2003年4月1日、島城高校の施設をそのまま使用し、新設された、全日制家庭普通科の単位制。授業は1次元50分間で、週33次元、前期、後期の2期制で、半期ごとに卒業単位を認定する。関西大学や平安女学院大学、大阪学院大学と校内連携の協定を、締結。 講義事項を単位認定に組み入れたり、大学教員による出張授業などに取り組んだりしている。また、公開講座に関して、大阪大学と協定書も交わしている。電車校舎は、島城高校の施設を転用のため、半世紀以上前1950年代から1970年代にかけての建築で、旧体新基準の既存不適格のままで、震度6強の揺れで、 東海の恐れがある。このため2011年から2015年にかけて改修を行った。芸能教職員島城高校の出身者は、大阪府立島城高等学校の高槻南高校の出身者は、大阪府立高槻南高等学校の項目を参照。ありがとうございます。